エネオスホールディングスエネオス新日本石油、新日本石油株式会社は、かつて存在した、石油製品や石油化学製品の販売を行う、日本の石油元売り最大手の企業である。略称は、新日石や NOC などであった。1999年の日本石油と、三菱石油の合併に伴い、日石三菱株式会社として誕生し、 2002年に新日本石油に社名変更した。グループで合計8カ所の製油所を保有し、系列のサービスステーションは国内におよそ9579カ所存在した。石油元売りの一つであるコスモ石油とは1999年より原油調達、石油生成、物流、順滑活油の各部門で提携関係にある。 2004年には、互いに相手方の対象特許を使用して、燃料油の製造、販売することを可能とする、クロスライセンス契約を締結した。このほか、2002年には、イデミツコと生成部門で、提携、2006年には、ジャパンエナジーと開発、生成、物流、燃料電池、技術開発の分野における、業務提携を結んだ。日本国外の企業では、 大韓民国の SK と提携関係にあり、中華人民共和国の中国石油天然義集団行使と協力関係にあった。メインバンクは水保コーポレート銀行で、他に取引業として三井住友銀行、三菱東京 UFJ 銀行があるが、旧三菱石油の流れから三菱グループの一員で三菱金融会と三菱広報委員会に所属していた。 2001年に制定されたサービスステーションのブランド名エネオスはエネルギーとギリシア語で新しい意を表すニューを組み合わせた造語である。キャッチコピーはエネルギーを素敵にエネオス2010年4月1日に同社と新日光ホールディングスが経営統合し JX ホールディングスが発足した。さらに 同年7月1日には、JX ホールディングス参加の同社と新日本石油、生成、並びにジャパンエナジーの3社が統合し、石油生成、販売事業の新会社、JX 飛行、日石エネルギー株式会社が発足した。なお、サービスステーションのブランドは、旧新日石のエネオスブランドが存続し、旧ジャパンエナジーのジョモブランドが置き換えられることになった。 グループの事業セグメントは、石油生成、販売、石油、ガス開発、建設、その他事業の4種類に分類される。中核事業は、石油生成、販売であり、グループ売上高の約90%を占める。グループのトップである新日本石油が担うセグメントは、中核事業の石油生成、販売部門である。主な製品は、燃料油やアスファルト、 液化石油ガス、純活油といった石油製品やベンゼントル塩基レンナフサなどの石油化学製品である。これらの製品の生成、製造は子会社で製造拠点を保有する新日本石油生成などに委託している。石油、石油化学以外のエネルギー事業では液化天然ガスや 石炭の輸入販売や燃料電池、エネファームの開発を進めるほか、製油所、製造所併設の発電所や、輸送所に設置した、風力発電設備などを使用した、電力卸供給事業や、電力漕ぎ事業を展開している。括弧内は1日あたりの原油処理能力。新日本石油生成遺憾及び遺憾後の閉鎖を、除く。なお、上海、高尾。 末田の三声優所は創業に至らなかった。石油関連建設関連その他、テレビラジオなお、2001年一時期は JX 時代のエネオスとして提供クレジットされていた。2010年度の JX ホールディングス発足により、同部は j x エネオス野球部に解消された。ありがとうございます。